ご乗車ありがとうございます。上野駅特急トキ4号です。この列車の途中停車駅は長岡、小出、越後湯沢、みなかみ、大宮でございます。上野駅までの停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の長岡は15時50分、小出16時15分、越後湯沢16時42分、みなかみ17時13分、大宮18時43分、終着上野19時5分の到着予定でございます。今回のフォトグラフスはここ鉄道博物館からお届けします。特急、一時は L 特急と肩書きを持ち、新幹線にまで受け継がれている名称、時号。言うまでもなくオリジナルは日本に生息する下鳥の名前です。新潟県佐渡島に、生息していたことで有名ですけれども、学術名ニッポニア日本はかつて中国、朝鮮半島、ロシア、そして日本に生息している国際保護鳥でした。種としては、種としての違いは中国の時と日本の時では、ミトコンドリア DNA 0.06% の違いだそうで、それは個体差くらいにしか違わないそうです。しかも、5種類もいたそうです。それにしてもこの国際保護鳥という肩書き、くくりも実際には半世紀以上も何もすることなく、されることもなく制定されて、日本固有の真っ白な時は2003年に、死滅して、しまいました。明治時代になり肉食が日本に入ってきてから食用として捕獲されたり、駆除されたりと乱獲、人間自体がトキの生息地に入り込んでの環境破壊、そして何より農薬が与えた影響が日本固有の種を、絶滅に導いたそうです。1981年佐渡島に残された最後の野生のトキ後は全てが捕獲されて、佐渡トキ保護センターにおいての人工飼育下に移されました。それを前後して中国では一時絶滅したとされていた中国のトキとの人工飼育、人工孵化などで現在は中国で推定900羽、日本では佐渡保護センターで育てられ野に放たれたりして推定450羽以上に増えたそうです。ちなみに中国から来た時は借りている状態だそうで、契約では日本で孵化したものも半数は中国国籍なのだそうです。願わくばいきなり中国は返せと言ってきたり、トキの住む場所は中国だと主張してこないことを望んでいます。パンダは日本で生まれたものを全部返還させられるのですけれども、繰り返しになってしまいますが、もう真っ白な純日本の時はこの世にはいません。剥製になってしまった姿でしか写真に撮ることはできないのです。
そんな歴史を持つ日本の鳥の名前を持つ特急トキは、昭和37年、1962年6月10日に、長岡新潟間の電化に伴い、上越線初の特急列車として上野新潟間での運転が始まりました。インターネットなどもない小学生の時、中学生の時、何度も何度もいろいろな書物で読み漁りました。1972年10月には L 特急になり、1973年10月には13往復が運転され、上野新潟駅間を朝の6時から夕方18時台までほぼ1時間に1本、最高14本が運転されたりもしていました。当時からこの L 特急の L って何ぞやと思って調べたりもしましたが、この L 特急の L には特に意味はないそうです。僕は11歳違いの兄が新潟大学にいたために、地元群馬から、夏になると新潟の海に行くために乗っていたことから、この特急トキを知ることになりました。最初は母親と乗っていた時でしたが、一人で鉄道写真を撮りに出かけるところも高崎駅、駅構内ということもあって、急行佐渡号と特急トキ号は大好きな列車でした。当時使っていたカメラはオリンパストリップ35、小学4年生だったかの誕生日に、地元うちの近所群馬県桐生市の石坂カメラで父に買ってもらったことを今でも鮮明に覚えています。買ってもらって以来ずっと朝から晩までそのカメラで撮影していたことを思い出されます。今改めて調べてみたら、オリンパストリップ35レンズは随光の 40mmF2.8 が固定式でついていました。シャッタースピードは絞りマニュアル時は30分の1秒、オートで250分の1秒か30分の1秒。改めて小学生時代からブレずに30分の1秒のシャッターを切っていたという、僕自身の新たなる自信、プチ自慢を再確認することができました。なんだかフィルムからデジタルになってから、撮影枚数が桁違いに増えたのは、僕自身自らの失敗を恐れて、ピンボケ、ブレを恐れてでの枚数が増えたことであったんですけれども、これは自分でも気はついていたんですが、改めて僕の写真撮影の原点を思い出してみると、なんかこう写真ってブレても写真だし、失敗しても写真だったことが大切な思い出だったこととして、気づくことができました。気づかせてもらうことができました。その後僕の撮影は、カメラは一眼レフのオリンパス OM-1 になり、これもやはり石坂カメラさんだったんですけれども、中学1年生の誕生日だったか小学6年生の誕生日だったかに、これも父に買っていただきました。その時の写真は全て実家にあるのかないのか、もうしばらく帰っていないので実家があるのかすらどうか定かではありませんが、当時は時だけで、乗車券、切符を入れたりして、アルバムを、写真とともにアルバムを作っていました。ボンネット型の181系と183系、今ではいろいろ改造されているあの列車を見かける183系ですが、僕にとっては183系も特急トキでした。
佐渡トキ保護センターに5羽だけしかいなくなってしまった年の1982年、上越新幹線は開業しました。僕は16歳、高校生でした。その上越新幹線開業前日の1982年11月14日には最後の雄姿を撮影しに上野駅まで、高崎駅からトキに乗って出向き、最終日のこの姿を撮影しに上野駅まで行き、最終列車の一つ前の時で、高崎駅まで戻って、最後のさよなら看板をつけた183系を高崎駅で撮影したことを鮮明に今でも覚えています。満席であった最終の一つ前の時でしたけれども、通路に乗って、車内アナウンスを録音していたことを思い出されます。その時以来、鉄道を撮影しにわざわざどこかへ出向くということすらなくなってしまいましたが、全国全世界で鉄道写真はスナップしていました。フランス TGB が好きで、オランダロッテルダムに住んでいた時もロッテルダム駅からパリの北駅までよく乗っていました。ドイツに行くにはユトレヒトからドイツ新幹線 ICE、インターシティエクスプレス、イタリアではイタリアユーロスター、旅はサッカー撮影のためがほとんどでしたが、各国新幹線ローカル線はその旅の醍醐味でもありました。話を戻しますが、ここ埼玉の鉄道博物館は2007年10月14日開業しましたが、その前の秋葉原万世橋のところにあった交通博物館も好きでよく行っていました。子供の頃は母を連れて来ていたこともあって、僕が東京に出た後も母は東京話になると、交通博物館に連れて行ってくれたという話をよくしていました。万世橋自体ももともとは国鉄の駅だったそうですが、やがて神田駅ができ、秋葉原駅ができ、1936年、昭和11年に、東京駅から鉄道博物館が万世橋に移転してきたことなどはさすがに歴史でしか知りませんが、そんな歴史を知るきっかけになった駅を知ることは僕の歴史でもあります。今度はそんな歴史をめぐる撮影をしてみるのも今後の楽しみにしてみたいと思っています。交通博物館からの楽しみの一つとして鉄道模型、鉄道ジオラマがありました。交通博物館時代、昔は仕切りガラスの周りに何重にも囲んで、鉄道模型で再現された朝の通勤列車から夜の夜行列車に至るまでの走行を楽しみにしていましたが、鉄道博物館、今ではガラスの仕切りはなくなったとともに座席ができて、座ってゆっくり見ることができます。しかし撮影するとなると、この距離 HO ゲージ80分の1のスケールサイズの車両、これを座席から撮影するにはかなりの望遠レンズが必要となってしまうので、撮影することは諦めてゆっくりと見させてもらった方が得策です。自分では手放してしまった鉄道模型、この状況が落ち着いたら N ゲージが走るバーに行き、身近で見たいと思い始めて調べてみました。調べてみたら新宿のお店はやはりこのご時世閉店でも、まだ渋谷にはあるようで、行きます。必ず行かせていただきます。ちなみに181系、183系の N ゲージは持っていました。もちろん時の看板をつけて。
なんだか思い出話になってしまいましたが、後になって振り返ると絶滅してしまった野生動植物、廃線になってしまった鉄道、閉店してしまったお店、あなたや僕が今を写真に残しておけば自分の思い出だけではなく、将来他の人が新たに興味を持った時に歴史を調べた人の新たなる感動に役に立つことができると思うのです。無駄な写真もいっぱい撮影していっぱい無料で公開してみるのもそんな役に立つことにつながります。そして僕自身も頑張ってみたいと思っています。これからもご支援賜りますことをよろしくお願いいたします。と締めも決まったところで、また次回フォトグラフスをお待ちくだされば幸いです。アデュー。